はい、今日の脳の筋トレラジオ、早速ゲストの紹介です。今回も銀座コーチングスクールからプロフェッショナルコーチをお呼びしました、福田敦史さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。福田さんとは2ヶ月ぶりでぐらいですかね。3ヶ月ぶり。そうですね、2ヶ月ですよ。6月ちょうど2ヶ月ぐらいですよね。そうですよね、 6、7月ぐらいなので、はい、はい、僕がちょっとコーチングセッションを受けさせてもらって大変勉強になった機会があったんですけれども、まあそれは後々ということで、まずは福田さんの自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。改めて福田敦史と言います。はい、島さんと同じ銀座コーチングスクールで3年ぐらい前に認定いただいてですね、今はそのプロフェッショナルコーチってことで活動させてもらってる中で、はい、現在は栃木県からですね、活動をフリーランスでしていまして、はい、で、今は、コーチの方ですね、まさにコーチの方の、いわゆるその軸を定めるような、セッションを提供するだったりとか、まあ、その、今学んでる理論や技術をですね、こう、分かちするような講座をですね、個人サービスで始めていながらですね、主にコーチの方へのセッション提供を今、しながら、活動をしてるっていうのが、今の現状になっていきます。そうですよね。本当素晴らしい内容で。はいはい、ありがとうございます。福田さん、まあ、今、コーチングとの出会いは どうだったんですか？どれぐらいからだったんですか？そうですね、本当に、私、前職がですね、栃木県の警察官だったんですけども、はい、ちょうど、なんだ、今43になる年なんですけど、はい、本当40になる年にですね、まあ、本当にこう、いろいろ人生を振り返るタイミングがまさに来てですね、これから、なんかまあ、このままずっとね、この世界にも入れるんだけども、はい、っていうところで考えたときに、やっぱなんか後悔するなっていう思いが強くて。後悔するな。はい。で、ちょうどその時ですね、たまたま、その、SNS で繋がった方が、まさに銀座コーチングスクールの方だった。方で、はい、で、そこで初めてコーチングを知ったっていうのが、もともとの経緯で。え、3年前ですか？ちょうどそう、3年ですね。ほんと3年ちょっと前ですね。3年前の5、6月ぐらいに知って、それまでコーチングのことは全く知らなかったんですけども。え、それまでなんか自分でなんかやってたりしたかったんですか？こういう。全くないです。はい。へー。そうなんですよ。そうなんです。もう、で、なんか無料の、その、なんだろう、この、講習みたいのを最初受けて、はい。で、なんか、これは、なんか、面白いし、いけそうだみたいな、なんか直感が働いて、面白いし、いけそうだ。そんな感じですね、本当に。今、最近ハマってるもの聞こうと思ったんですけど、これですね、コーチングハマったんですね。あ、もう、ずっと、そうですね。だから結果変わらず、ずっとここに、このまあ、あえ、ここにこうずっと入り続けているというか、ハマり続けてるっていう状態が今も続いてる感じですね。だから。40の時に出会って。はい。はぁ。それまではどうだったんですか？ 40 歳ぐらいまで警察官として真面目に。あ、言っていいのかな？警察官。あ、全然大丈夫です。はい。はい、私、高卒で入って、まあ、結果21年いたんですけど、ずっとその世界で生きてきたしかないんですよ。極端なこと言うと。はい、もう高卒、まあ、あんまり、もう警察官のあの雰囲気にもうガチガチに固められるみたいな。もうなんかイメージ通りの感じなんですよ。やっぱりね、こう、まあ、どっちかっていうとね、一般的なイメージだと、こう、閉鎖的であったりとか、はい、ちょっとね、なんか怖いとか、なんか大丈夫かなみたいなイメージ感もある方もね、思ったりもするんですけど、まあ、もうずっとそのコミュニティというか、はい、その組織の世界しか知らずにずっといたので、ある意味、こう、ガチガチに、本当になんか思考もガチガチに固められながらというか、固まっていきながらって感じではあるんですけど。なんか実感したことあります？ガチガチだって、頭が、まあ、簡単な方の頭が硬い大丈夫みたいな。ああ、でもあれですよね。基本的にそこの世界観での関わりしかなくなってしまうっていうのがあったりするので、なかなか外でね、関わる方も、まあどうしてもこう、まあ選ぶって言い方はあれなんですけども、どうしてもね、誰でも彼でもってわけにはどうしてもいかなくなってきてしまうので、立場上っていうのがあるので。警察官ってそうなんですか？そうですね。なんかまあ、あんまりこう、ね、一般的な、あんまりこう、よろしくない方とのつながりとか、っていうのもわからないので、なんかパッと見というのは。なので、
ある程度こう、まあ当時思い返すと結構ね、初めて会う一般の方とかだと、まあプライベートとかでも会うと、まあ結構ね、大丈夫かなっていうか、まあ警戒心っていうか、なんかそれがもう勝手にそういう、なんか意識になってるような、当時は全然そういった意識はなかった、なんだろう、そういった警戒的な意識を持ってることすら警戒、なんか意識はなかったというか、なんかもうそれがデフォルトという感覚だったので、なので結構本当、なかなか狭いコミュニティで人との関わりもあんまりない、一般の方との関わりもそれほど広く持てないっていう環境にずっといたので、なので、そうですね、なんかまあ独特の考え方になっていたなっていうか、そんな風にまあ染まっていくっていうんですかね、なんかイメージとしては。普通、中にいたら大体の人気づかないじゃないですか。大体気づかないですね、独もう特皆なさん考大えとか狭い世界とか。そうですどうね。して福田さんは気づけたのかっていう。そうですね。でもそれ本当になんかたまたまやってた、まあ SNS で、なんかそれも、なんだろう、何の気なしに始めてみたら、結構なんか、まあ、当時はなんだっけ、Twitter かなんかでつながりをちょっと始めて、なんか趣味かなんかでつながる人とかなんかで、なんか交流持てるといいなぐらいの感覚で始めてたんですけど、そこにさっき言ったたまたま、本当銀座コーチングスクールの方が、と繋がったっていうところがあって、それまでは、まあ本当限定的な外との繋がりみたいな方との繋がりぐらいしかなかったので、本当たまたまが重なった感じなんですよね。なんかこのコーチングに繋がったっていうのも。いや、僕今ラジオでコーチングってこう周りに広めてるんですけど、まあこのコーチングに引っかかるっていうか、こう気になる人ってまあ10人に1人ぐらいで、だから福田さんなんか引っかかったわけでしょ、この銀座コーチングのコーチングっていうのに。そうですね。なんかいわゆるコミュニケーションスキルとか、まあ認めるであったり、まあ傾聴技術であったりっていうのは、なんだろうな。なんだろう、やっていくうちに、なんだろう、自分自身でも、なんか変化を感じていくし、なんかまだ当時、その認定取るまでは、まだ現職だったので、結構それで学んだスキルを結構、この仕事上でも使ってみたりすると、なかなか明らかにこう、なんていうんですかね、この相手の反応が良いものに変わっていくだったりとか、良い関係性につながっていくなっていうのが、こう、見て取れたので、あ、これはすげえぞっていう感覚を持ってですね。で、まあもう、なんだろうな。その時はなんか、根拠はなかったんですけど、もうやめようってもう、決警めち察ゃっ官をてでですすか？ね。もうやめようって決めちゃって、で、もう、バーッと一気に認定取って、で、そしたらもう全然今までじゃ繋がんなかったような、そのコーチ仲間というか、いろんなね、ジャンルとか職種とかいろんな方とこう、当時コロナもあってオンラインですごい繋がったりもしてですね、まあこういう繋がりもできればなんか、いけるんじゃねえのみたいな感覚いで、けるんじゃねえの？ 飛び出したっていうのが結構、そんな感覚だったんですよね、当時。そうですね。だから結構まあ思いつきというか、あんまり計画的にっていう感じではないです。本当何年間か準備してやめるっていうよりは、もうなんかその年でやめようって決めてもうやめますってなっても、なんだろう、その年度で退職したっていう流れだったので、面白い。もう本当今思うとね、本当、まあ一般、なんだろう、他の人には全く進めらんないようなやり方というかね、もうちょっと本来であれば計画練ったりとかいろいろ考えたりとかっていうのはあったりするんだとは思うんですけど、もう飛び出ちゃいましたね。もう本当に結構安泰な世界じゃないですか、まあ、警察感じたら。そうなんですよまあね、本選当択に。肢的にはもう定年後でもいいや、まあ、人生100年時代だし。そうなんですよね。なんかいろんな考え方があったと思うんですけど。そうです。何の直感、何が後押ししたのか、誰かがそうで引っすね。張り出したのか。いや、ですね、やっぱ陰極まったんですよね、その前陰極に。まった。っていうのは、当時、ちょっと、まあ、
当時か、上司と会わなくて、給はい。食、鬱で休職したりとあ、か、そう当だっ時、たんだ。そう、家庭もあったんですけど、はい、離婚したっていうのもあって、はい。うん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 。結構それがね、重なったんですよ。はい。短い期間に。はい。で、ガーッと落ちたんですけど、う一気に。んうんうん。うん。で、そっから、なんか、陰気余ってようじゃないんですけど、だんだんなんかエネルギーが、なんか、これわかんないですよね。なんか灯っていくんですよね、なんかエネルこれギーこれが。これ。なんか、何があったわけじゃないですけど、落ちて、底ついた後になんかだんだんエネルギーが湧き上がってきて、なんか、学習意欲とか、なんか、啓発じゃない学びというか、いろんな自己啓発とか自己成長のための学びっていっぱいあるなって思って、なんかどんどんそっちの方に意識がいっていったら、なんかだんだん、そうっすね、本当に。なんか、やめようっていう流れが、なんかそこに繋がってったみたいな感じなんですよ。だからまあ、理由というか決め手といえばそういったすごいネガティブなことがあったからっていうのが結構一番なんかきっかけって言えばそうなんですよね。飛び出すのにまあ一人になったから、なれたからっていうのもあったりして、なそういうところからそこ飛び出すきっかけっていうのがあったりとか、繋がった仲間の本当後押しであったりとかっていうのもあったりして、まあ後押し。いろいろな、本当要因が重なって、それが結果ブーストみたいになって、こう飛び出せたみたいな感覚なんですよね、多い分。ろいろな要因。ブース飛びト。出せない、多分、家族がいたら多分私は無理だったと思いま家すし、族がいたら無理だった。だと思うんですよそれを養わないといけね。ないとか。養わないとか、意識がいかないと思うんですよ。もう家庭とか、私のキャパだと、子育てとか、家のこととか、やっぱ生活とかっていう本にしか意識がいかないので、なんだろう。外への意識とか、なんか、新しい領域のことに行きたいっていうところまで、全く多分意識はいかなかったと思うんですよね。なので、そういった、なんだろう、家族とかその意識を向けなきゃとか、責任とか、背負わなきゃいけないものが、まあ、当時、なんだろう、一回亡くなったからこそ、意識をこっちに向けることができたっていうのは、これは間違いなくあるなとは思うので。意識を自己成長とかこういったことをコーチングを学ぶとそうかですそういうところね。そうにですね。向かったってことですか？そうですね。なんか意図したわけじゃないんですけどね。なんかそっちの方になんか自然といった感じなんですよね、意識が。自然と言った。そうですね。これはなんでって言われると、なんかないんですよ。なんかそっちに なんかエネルギーが灯ってそっちの、なんだろう、に意識が向いていって、そこにどんどんモチベートが高まっていった感覚なんですよね。これは私も結構自分でも内観するんですけど、なんかここは不思議なんですよね。なんか陰気余ってエネルギーが湧いたみたいな理由しかないっていう感覚ではあるんですよね。いや、本当飲んだくれになってもしょうがないような状況だったんですよね。もう飲んだくれ、な、飲ん、一時飲んだくれてたんですけど。そうなんですよ。一時は本当飲んだくれてて。もうむちゃくちゃ酒に逃げてたんですよね。だから当時はもやっぱりそういうこともしてますよね。いきなりパッう。て変わったわけじゃなくてね。ないっすね。もう本当、結構な自暴自棄じゃないですけど、なってましたしね。まあでもあれがあったからなんかもしれないですよね。とも今思うの。なんかしっかり、なんか底ついたからなのかなとも思う。まあそれしかなんか理由が思いつかなくってですね。なんか。そこついた感覚。そうですね、もう、そんな状態だったんですね、酒と。まあでもやっぱね、不安で眠れないっていう状態もずっと続いていたしとか、それがずっと続くかと思ったんですけど、そうでもなかったというか、なんでしょうね。上がっていって、なんか自然と上がっていった感覚なんですよね、あの当時のことを思い返しても。そうですすね。ごいな、そこでコーチングと出会ったっていう感じなんですか？その上がそうるですとね。そう。もうたまたまですね、ここも。面白い。すいません、ここで福田さんのリクエスト曲を入れて後半っていうわけじゃないですけど、後あ半りががっとうつございりまます。たお話聞きたいと思います。リクエスト曲の紹介をお願いします。ありがとうございます。私今すごくハマってるアンジェラ・アキさんの This Love をお願いいたします。はーい。